出陣妖精が出ていますよ。はあ、き、緊張してきちゃいました。トラマツ、先に行ってて。母上、ダメです、ダメすぎます。俺たちのすべきことは最善を尽くす。それだけです。そ、そうですね。さあ、行こう。親子、一緒に。 さあ、それでは、ご登場いただきましょう、小西克幸さん、そして斉藤由香さんにお越しいただきました。どうぞ、皆さん、拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、それでは、私たちもステージ中央の方に行きたいと思います。ちょっとダウンロードコンテンツ。<laughs> ちょっと。 ひどいことになってんじゃないですか。すか小西さんこのふうにしてみました。<laughs> ありがとうございます。お二人ともどうぞよろしくお願いします。まずはですね、あの会場のお越しいただいた皆さんと、はい、あとニコ生ご覧の皆様に向けて一言ずつご挨拶頂戴できればと思います。はいえー、まずは小西さんからお願いします。は無、い、双、えー、シリーズはですね、年、え、永、ー、という役で参加させていただいてたんですけれども、フ、え、ォーツーの方でいいナオマスの役で、えー、参加させていただきます。小西です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 それでは斉藤さんお願いします。はい、えー、いいナオトラ役の斉藤由香です。こうあの今回のフォーツーではあのとてもねできる息子が登場するということで、<laughs> あのナオトラもどんな風に活躍するのかすごく楽しみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あ<ー>さあお二人にはここからお話いろいろと伺っていきたいと思いますので、まずはお席をおかけください。はいはい、よいしょ。さて、さあ。 なんでもちょっとですね。はい、あの私と恋イプロデューサーお正月ということで、そうですね。アレギと袴で登場させていただきます。そこアピールしますか。ちょっと伝えておきたいな。そういうの言ってくれたらね。聞きましたよ。こういうの着てきたのに。あ、そうです。むしろ用意しといてくれたら。恋イノプロデューサー。全然着たのに。 あれ無言でも斎藤さんはあの斎藤さんはそうあの綺麗な顔なのいい毛が赤備えなので赤の格好で適当なボ僕もね赤考えたんです赤いスーツってでもないでしょそうですよねないですね使わないでしょもうでも赤いスーツって結構すごいことになりそうですよねだからちょっと青入ってるんでなるほど青の部分で今日着るから特ガーの特ガーカラーでねはい

していいただければなと思います徳川家に仕えているんですけれども徳川の赤き神聖という通りなでして非常にあの武勇も立ちますし、まあ、史実でもそうですしあの戦国もスォーツでも非常にイケメンであの己にもまあ他者にも厳しい誰よりも徳川のために尽くすと、うん、そういう熱い、えー、魂を持ったキャラクターで、はい、これも小西さんはあの声の収録はもう終わられているんですか。はい<あ>、はいもう終わってますなるほど あの声を当てるに上で役作りで気をつけたところとかってあったら教えていただけますか。はい、あの一番最初にそのキャラクターを作るときに、うん、えっとまあ、徳川に出てきたヒーローをイメージしてやってくださいということで、うん、でも,も<う>あのビジュアルからヒーローっぽいですもんね。そうですよね。はい、あのまあ赤で <laughs> <laughs> ありますし、まあヒーローではあるんですけど、はい、あのまあ元来のヒーローってやっぱりこう どっちかというとまあ熱血だったりとか、うんはい、まあそういうイメージが強いと思うんですけど逆にあのい井伊直さんはああのまあ、熱い魂は持ってるんですけれども、はい、それをあの全面に出すことはなく、うん、えー、まあ 見た目はどっちかっていうとまあクールなイメージの方が強いキャラクターにはなっていましてまあ自分の中の信念だったりとか正義に基づいてそこに向かって突き進んでいくキャラクターなのでだからあの周りから見るとあいつちょっと生意気だなみたいなそういう見え方にちょっとなっちゃうんですよね。だからまあ,なんかあ,のあんまりこう生意気に そういうただ生意気なキャラクターにならないようにっていうのはすごく気をつけて収録はさせていただきました。はいうん、なるほど。はい、あのこれちょっと先ほど小耳に挟んだんですけれども、はい、あの三枝ディレクターがもう小西さんそのまま演じられてもうぴったりだったというふうに、うん。んそんなことないでしょう。いやそんなことありましたよ。はい、もうあの下ネタとかバンバン言いますよ。<laughs> い何の,です何のノリなんですかみたいな。<laughs> その性格な話題ですか。<laughs> <laughs> 『フォーツーナ』はいはい、の,の収録の前にねはい、はい、プロデューサークロニクル3の収録の時実は少しあの小西さんに直政の,の役を演じていただいて、はい、あのキャラ付けとかもさせていただこうかなと思ったんですけども一発目でもう,もうすごい怖かったってです。 年役でどちらかというとあちらの方は張っていただいてあのまあ熱血感的に演じていただいてるんですねでもと々コウシさんって素の方が正直声もいいしまあ見た目もかっこいいのであのまあそのままやってます。もうアローがそういうの言わない会議しようよ。えうですねナイフ付き合い付き合いはやめます。まあただでも本当に素の声があのあのキャラクターのイメージ。 ぴったりだったのでそのまま演じていただいたというのが本当にそのまんまですねなるほど